どうも、フィッシャーのシルクです。なおです。まさに。ハロー、YouTube。どうも、ヒカキンです。ビートボックスの方を教えていただきたく。そうだね、ヒカキンさんといえばやっぱり。わかりました。そう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 。こう、上手くなったかっていうのを判定してもらいたいんですよ。なるほど、なるほど。すぐポンポンできる人とやっぱ全然できない人っていうのは、差が開いてる気はする。センスはあるかもしれない。まあでも、それを努力でカバーする人もいると思う。けど、やっぱ、シルク君とかが上手くなりそうな気がするんで。おっていうのも、どう動かすかとかだから、なんか、なんだろう、フィーリングというか、なんだろうな。感覚でどうにか。だから説明するのがむずいんだよね、結構。感覚ってものが重要になるタイプ。そうですね。じゃあ俺できないかもしれない。一からね、教えていただきたいということでね。はい。じゃあ、ここから進行ヒカキンさん、お願いいたします。わかりました。お願いします。ボンツッカーなんだよね、基本。それを声使わないでやる。ボンツッカーとか、あとブーツカットとかよく言うんだけど。あー。ブーツカット。これを声抜いていくんだよね。ブーツカット、ブーツカット。めちゃくちゃ厚みすごくない？なんでね。あと吸って出す音と吐いて出す音がカッてこれ息吸ってんだよね。何も音鳴ってないじゃん。酸素消費してるだけじゃん。口開いたままブとボって言えないでしょ。ちっちゃいなんかこう破裂みたいなのがあるんだよね、唇で。ブってほらちょっとあこれか。そうパワフルにするんだよね。うお。めっちゃいびく。あ、できてる。おお。さすが分厚い唇。口内炎が痛い。マイクがあったら、シルクももう多分、あの、ライブハウスとかでやったら結構すごいのが出てる。ちょっと早くない？ちょっと。そう。うわっ！マジ？悔しい。できてる。次はハイハット。っていうだけ。短く切る感じ。で、あと、だね。これ難しい。これ難しいっす。ちょっといい線いってる。おいいいシルクもいいできてる。すごい。どこ見てんの。あとはこれをリズムに乗って並べ替えるだけっていうか。おっできてる。できてる。いい。いいね。いい。もう片方の手ってなんかね、ちょっと自分のその音を手でイメージしたり、より多分本格的な音が。こっちに集中しちゃってんだよ。マサイくんが低音が一番出てるんだよね。音がやっぱり。で、シルくんは結構バランスいいんだけど、マサイくんよりかは低音がちょっと出てないから。ああ。ザコシはちょっとやばい。ここが大変。あとね、これ俺すごいやってほしかったんだけど、ニョンなんだよね。おお、それできるみたいな。みたいな。やばいやつらだ。お、惜しい。オペラみたいになってる。うまくできてる人は多分初めてできると喉痛いんだよね。これができるとめっちゃ盛り上がるやつがあって、はい、探すんですよね。そう、俺これはね、お風呂で練習したから、ヒカキンさんに会うから、もうこれだけはできるようにしよう。おぉ任せてください。すごい。おぉ、来た。やってる、やってる。おぉ、おぉ、すごい。できてる。やったー。やばい。すごい。これやばい。嬉しい。樹液吸ってるみたいな。おぉ、おぉ、おぉ、惜しい、惜しい。あ、惜しい。あ、なってる。くそ、逃げた、逃げた、逃げた。スクラッチが逃げた。掃除機、掃除機みたいになってる。こういう風にやるんだけど、パチンって一発当てなきゃいけない。ライブでスカッてやるとマジ終わるんで。人によってはやるのが怖いわ。避けた方がいい。そう、リスクあるんですね。ちょっと一人ずつやってもらって誰が一番うまいか決める。おお。ビートボクサーマサイスタート。
りに入ったね。守りに入った。守りに入らず崩してくるのか。俺も攻めに行くわ。ビートボクサーシルクスタート。よっしゃー、めっちゃうまい。ビートボクサーダホースタート。誰か助けて。おなんも隠し持ってなかったね。グランプリはシルク。あ、本気出してちょっと練習したらライブとかできそうだよ。うるせえ。一人ビートしてさ、ダホ君なんかとラップとかしたらいけそうだよね。なるほど。だから僕ラップもできない。トランペットの音とかって出てますよ。あれね、なんかどっちか右か左からみたいな感じなんで。そう、音してる、音してる。これじゃあ俺リズムやるから3人でそれをやって、はい、最後これエンディングに使うんじゃないの。おお。動画見てくれてありがとう。概要欄に Twitter、Facebook、Instagram 全部あります。セカンダリもチャンネル登録よろしくお願いします。それではいきますよ。せーの、アデュー。わかんない。あああ出なくなった。お前音なくなった。逃がした。動画見てくれてありがとう。説明欄の方にも Twitter、これはあります。